本部周辺の安全は確保できたかな。 レナ、 あの巨人まるで怒ってるみてえだ。 みんな、 今がチャンスだ。 補給が終わった人から敵像に接待しよう。 確認、向かいます。 あの巨人は一体何なんでしょうか。 何って、貴公子だろ。 ああいうやつもいるんだな。 俺としたことが。おい、誰か助けてくれ。 巨人を追い払ってくれないか。本部の近くに迎撃用の拠点を作りたいんだ。分かった、やってみるよ。
事に拠点ができたよ。ああ、これでみんなの撤退も楽になるだろう。本部の守りを固めるため拠点を作りたいの。誰か手を貸してくれる？よし、僕らで援護しよう。拠点の準備ができたわ。これで撤退が楽になるはずよ。よかった、みんなにも知らせておくよ。くそ、逃げ切ってやる。逃げ切って生き延びることが大事です。補給が済んだんだ。俺だって巨人の1匹や2匹。ガスと刃は十分です。簡単にやられませんよ。目標捕捉。当たった。ここまで来れば大丈夫だろう。壁に到着しました。もう安心ですよね。僕は他の仲間を壁上に誘導してくる。君は本部の様子を確認してきてくれないか。巨人を何とかするぞ。
しばらく意識は戻りそうにない。僕たちでエレンを守らなきゃ。何がどうなってる。さあね、その質問には誰も答えられないと思うよ。片付け。当たった。救援要請か。放ってはおけないよな。無駄だ。いい動きだな。だが無理はするなよ。片付け。やられちまう。まずい、巨人に襲われてるみたいだ。すまない。いや、食われちまうぞ。ほんと散々な目にあった。もう私撤退するわ。ありがとね。おいおい、自分だけ逃げる気か。お前も兵士なら耐えるの確保に協力しろよ。あの巨人だったとは。ライナー、エレンは目を覚まさねえのか。エレンは生きてるんだろうね。完了。よし、今ならエレンを壁まで運べそうだ。しかし、あいつに何が起こったんだよ。
無事でよかった。エレンやミカサは、まさか。俺たちには守秘義務がか、すぐに人類全体に知れ渡るだろう。もうダメだ。やめろダズ、サシャを見ろ。わあ、お腹痛い。あ、もうダメだ。あ、よせ。お前からも二人に何か言ってやってくれ。無理に決まってんだろ。そもそもお前なんでそんなに落ち着いてられんだよ。とにかく早まっちゃ。なんなんだこりゃ。おいお前ら大丈夫か。エレン、これは分からん。だがこんなもん見せた後で駐屯兵団と会話できる自信は俺にはない。俺はここを離れる。どこに、どうやって。とりあえずどこでもいい。もう一度巨人になってからな。俺をかばったりなんかしなければお前らは命まで奪われない。エレン待てよミカ。アルミンがもし、エレン、お前ってヤバい。いつそんな、いろいろあっただろ。アルミン、僕が勝手に思い込んでただけだ。自分は無力で走ってまといだと。なんと司令のお考えは言う。やるぞ。これよりトロ族奪還作戦を開始する。僕たちは街中の巨人をエレンから遠ざける。壁際におびき寄せて討伐するんだ。片付ける、エレンと約束したんだ。ここで僕が死ぬわけにはいかない。壁際におびき寄せれば敵上固定砲で巨人を攻撃できる。攻撃による援護をうまく生かし作戦を進めよう。巨人が出現して以来人類が巨人に勝ったことは一度もない。巨人が進んだ分だけ人類は後退を繰り返し領土を奪われ続けてきた。しかしこの作戦が成功したとき人類は初めて巨人から領土を奪い返すことに成功する。その時が人類が初めて巨人に勝利する瞬間であろう。それはこれまで人類が奪われてきたものに比べれば小さなものかもしれん。
しかしその一歩は我々人類にとっての大きな進撃になる。